皆さんこんにちは、ボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。たった今ホテル鳩屋のテーマ曲を叩いたんですし、まあ、テーマ曲っていうか CM ソングですね、それを叩いたんですけど、なんと明日から実際にホテル鳩屋に行ってまいります。インスタでバズったんですよね、円筒状の通路、あれどうしても見たくて、まあこれです。はい、でこれは私が写したやつです。あのもうこの動画アップしてるときはもう行ってますから。で明日から行くんですけど、ちょっと明日天気悪いんです。多分雨だと思います。でも明後日とその次が天気が良さそうなので、まあせっかくなのでホテル鳩屋の他にも伊豆半島一周ぐるっと回ってきて、まあ、御殿場のアウトレットあたり行ってちょっと買い物してこようかなっていうルートです。
あそこ、うん、およそ500メートル先、左方向です。その先、道幅にご注意ください。道幅にご注意ください。その先、目的地付近です。消防隊だって。そっちか。鳩屋消防隊だよ。目的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後の天気は晴れ、降水確率 80% です。傘を持っていくと安心です。この先、道幅にご注意ください。荷物をお持ちいただける受付にお進みください。駐車場じゃあそこってこと？Thank you.
の眺望を誇る鳩屋ホテル。鳩屋ホテルの消防隊はお客様の安全をお守りするため日夜警備に当たっています。
ただいま。